イラリです。ヒメカです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。今日の企画はおすすめ TikToker 紹介です。イエイ。今から私とヒメカのおすすめの TikToker を2人ずつ紹介していきたいと思います。はい、まずイラリから。じゃあ私から紹介します。まず1人目は小川優奈さんです。この方です。はい、この方は雑誌のモデルをやっています。で TikTok でもすごい有名な、可愛い、とにかく可愛くて、動画とかどれにしようかな、全部可愛いんだよな。最近のやつだと可愛いっていう感じのめっちゃ可愛い本当に可愛くて。じゃあ1人目は小川優奈さんでした。はい、では次2人目いきたいと思います。2人目はこの瀬戸ももあちゃん、この子です。この子は私の友達で可愛いんですよ可愛くて可愛くてしょうがない。で私のね好きなやつがあるの、これとか。この電車カーブに入ります。揺れますので中3の大人っぽい。あなたは僕のことでお疲れさまです。あとは気になるのある、この辺スピンでも可愛いし、メイクしててもかわいい、かっこいいよ、こういう、もう本当にねすごい完璧な全員可愛いって、うん、っていう感じで動画を出しています。で今の2人が私のおすすめの TikToker です。はい、はい、じゃあ次ヒメカのおすすめ TikToker を紹介します。はい、1人目のヒメカのおすすめの TikToker さんはこの方です。はい、ネオちゃんです。かわいいよやばい、かわいい。え、なんか撮り方がうまくって、わかる、かっこいいやつ、かっこいいやつ、かっこいいやつ、ビビビって、そう、そういうのが なんか可愛いのにスタンプとかでもうやばいっていうか、可愛い、使う音源がめっちゃセンスある、可愛い。ネオちゃんも雑誌のモデルさんです。でもネオちゃん結構有名だから知ってる人もいるんじゃないかと。ネオちゃんでした。次の2人目の方はこの方です。サイリッシュさん、マジすっごいイケメン。何歳の人？大学のやつ。あの笑顔が超イケメン、マジかっこいいんだけど、ヒメカの好きなところは顔がイケメンなんでしょ犬の耳のやつかぶっててもかっこいいし、あ、私が言ってるスヌーピー好きなの、スヌーピーになりたい、うん、めっちゃかっこよくない、ね、じゃあ2人目はセリシュンさんです。はい、以上です。どうでしたか？今日私たちが紹介した TikToker 以外でもおすすめの TikToker まだ、ね、10人くらいいるんで、ね、いっぱいいるんで選ぶのも大変ね。皆さんも自分の好きな TikToker 見つけてください。今日の動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。